はい、どうもつけ麺ズーそちょだ阿部ちゃん、はい、今日はモスバーガーさんに来ました、はい、イエーイ、はい、モスです。初めてのモスバーガーです。確かに初だよね、はい、初ですね。最近ね、はい、そうそうそう、あのメジャーリーガーの、はい、前田健選手、前田健太、前健、前健、前田健太松平健みたいな、いやいや、メジャーリーグ、はい、大活躍してますね。メジャーリーグのね、その前田健太選手が、はい、インスタグラムで、はい、モスのロースカツバーガーを世界一美味しいってこうつぶやいてたの、それでちょっとね一瞬話題になって、その世界一、そう世界一で、あの大金持ちの、いや本当スーパースターだよ、まあまあ、ーー日本のスーパースター、アメリカでも大活躍してる人が、数々の美味しいものを食べてくれてる人が世界一美味しいって言ってるからね、ロースカツバーガーを、そうモスのね、もうそれもちゃんとインスタにも載ってるから、おお、すごい。今日はねここでね、まあ、何個食えるかと、まあね、いつも通り、いつも通りね、ロースカツバーガー何個食べれるか、はい、お腹いっぱいになるまで食いましょう、はい、つけ麺ズ、はい、はい、やりました。とりあえず9個、1人3個、はい、前田健太選手がね、うん、世界一うまいってインスタでつぶやいてたんで、おー、世界一うまいと、そう、あのアメリカにもできてくるやつ、めちゃくちゃいいもん食ってるだろうに、ね、これが世界一うまいって、そうなんですよ、そうですよ、あれ初めてだね、モスバーガー、モス自体が、そう、モス美味しいよ、モス美味しいですよマジで、チーズバーガーとか、うん、楽しみやね、俺このロースカツバーガーを初めて、すごいね、これキャベツがすごいだよ、すごいですよね、なんかこれでもキャベツ入ってるからいけるかもしれないですね、今日、確かに、いただきます、いただきます。うん、あ、世界一うまい、キャベツがいいね、いいっすね、うん、あ、うまい、しかもこの出来立て感たまんなくない、ちゃんと一つ一つこって作ってる感あるような、うわ、ソースの濃さがちょうどいい、うん、うん、めちゃくちゃでもシンプルやんな、シンプル、カツとキャベツだけあるの、うん、あら、たまんなくない、これはもう世界一ですわ、日本のハンバーガーって感じですね、うん、海外暮らしてたらこれは食いたくなりますわ。ごめん、完食です。これさ、タンパク質どれぐらい入ってるとか入ってない？すごいよ、入ってる、あの、これ1個でタンパク質17.6、おすごい入ってる、ただ炭水化物47.4、バルクアップ時期に食うもんや、ね、確かにね、うん、バルクアップ、あの、筋肉を、まあ、脂肪と一緒につけて大きくするみたいな、うん、ただただ食うみたいな、そうそう、俺今ちょうどバルクアップ時期だ言い訳じゃないんですよ、いや、ほんまに今最近筋肉マジでつけられて、うん、ああ、なるほどね、普段からめっちゃ食うようにしてる、うん、こんな感覚早い、はい、3つ目完食、はい、マックとかってさ、ファストフードじゃん、モスはファストフードじゃないの、マックです、どうぞ、モスはレストランだっけ、ファーストフードってどういう意味、手軽に食べれるみたいな、あ、そういう意味ね、でもモスはレストランだ、あ、ジョナサンと一緒食ったことないけどまあ今、まあ、なかなか喋ったけど全部俺の勘だから、うそー入れた、俺の出番です、絶対ファストフードやん、いやいやいや、なんかででも聞いたことある、そのテレビかなんかで、ハンバーガーレストランという場合もあります、すごい、なんかさ、時間経つとさ、衣がしなしなになるじゃん、それがまた美味しくなる、うんうん、持ち帰って、家帰って食べる頃にしなしなになってる、うん、ああそれが美味しいわ、揚げ物のしなしなになってるの一番好きっすわ、俺も油淋鶏とか、あ、唐揚げとかね、うん、唐揚げだってしなしな町だもん、うん、あれ
ごめん、取れました。早っ、はい、スイカ。スイカで6個。これ食ったら15個。15。モスってやっぱ強いよ。そのごついな。ごつい。多分あのマックの 1.2 倍バージョン。ある。じゃあいただきまーす。いただきます。これ5個目だ。5個目です。いただきます。うまいけど、ちょっとソースにやっぱ飽きてるね。うん、すごい。モスってさ、この MOS でモスって言うじゃん。はい。これ、意味あるの知ってる？もっと美味しく、すみません。じゃあ、まあそういう感じで意味がある。英語かな？マック。じゃあ教えようか。マウンタン。マウンタン。オーシャン。モス。サン。おお。マウンテンオーシャンさん、山のように高々く、海のように広く、太陽のように皆さんを照らし続けますよっていう。なるほどね。これちなみに本当だと思う。結構ガチだと思います。いや、間違ってると思う。どっちだろう。ガチ。ガチ。マジですか。え、本当に。うん、本当だ。マウンテンオーシャンさん、すごいでしょ。すごいですね。みんな知らないでモスモスって言ってるけど、壮大な意味があってんの。大きくなってきた。何個目？何個目？それ止め。あ、ご飯のところ。モス強敵。マウンテン、マウンテンオーシャンさんは。じゃあ。マウンテンオーシャンさん。キュッて止まりますもんね。関西人なんでソース大好きなんじゃないですか。飲んでた。え？飲んでた。え、何でもソースかけるんじゃないですか。ああ、そういうこと。ああ、そういうことね。だから目玉焼きソース。ああ、そういうこと。ああ、別にそんな何でもかんでもソースつけるってわけではないな。俺は関西人やんけど、納豆も普通に大好きやし、そんなたこ焼きも食わんし、俺お好み焼きに限ってはそんなに好きじゃない。マジで。すごっ、6個。5個目完食です。やっぱりマックよりもやっぱしっかりしてるから、肉とか、うん、パンもしっかりしてるし、これ以上食ったらあかんわ。いや、本当に本当に今日はここまでにしておいてやりましょうか。うん、いいよ、覚えとけぞ、モッサン。覚えとけよ、新しいやつしたら来るぞ、俺ら。来るぞ。来るぞ。阿部ちゃんも完食。はい、4個。うん、3たす7引く6。あ、4。はい、美味しかったね。うん、美味しかったです。2個までとかだったら世界一美味しいです。やっぱり前田健太選手は、うん、世界一美味しいっていうだけのことは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、それではチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。おすすめです。バイバイ。